ウッドデッキ Q&A、 テラスやデッキ、ガーデンルームなどをつけると庭が狭くなりませんか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキやガーデンルームをつけると庭が狭くならないか心配される方多いですが、狭くならないですよね。はい、逆に広く感じられるように作ることができます。で、これはなぜかというと、今ご覧になっている写真なんかは、道路の敷地いっぱいまでだいたい2メートルぐらいしかない、物件なんですね。で、通常そこをお庭にしていても、ただ草が生えてなかなか使い勝手の悪いお庭になってしまうんですけれども、ここにウッドデッキをもう敷地ギリギリいっぱいまで、プラスその奥にガーデンルームを敷地ギリギリいっぱいまで、まあ、よく、まあ、サンルームのようなものを建ててしまうと、もう、その中が、もう、お部屋のような形で使うことができますから、もう、全部の、2メートルが、お部屋感覚で、使えるようになるわけなんです。ですから、もう完成した写真を見せますが、もう、こんな形で、もう、この外壁の向こう側はお隣の土地ですからね。こんな形で、使い勝手がよく、お庭全部がお部屋になっちゃうと。そういう使い方ができます。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル0120-041301、お電話お待ちしております。